この先に国道155号線の終点があるので、終点から起点へ向かって走っていこうと思います。はい、155号線の終点まで来ました。ではここからスタートです。
西市から対馬市に入りました。対馬市から愛西市に入りました。
西市に入ったばっかりですけども稲沢市に入りました。
道新幹線越えます。あの越えたところで稲沢市から一宮市に入ります。してこの先東へ向かって進むことになります。
い、では左折をします。
先国道41号線まで行って今回の動画は一回締めたいと思います。通しで常滑まで行こうと思ってたんですけど、ちょっと雨が結構強いんで思ったより視界が悪くて結構疲れるので、今回は41号線までで、でその先は後日小牧市から常滑市まで行こうと思います。というところで一宮市から岩倉市に入りました。で名神高速をくぐります。踏切を渡ります。岩倉市から小牧市に入ります。
31号線まで来たので、今日はここまでにしておきます。